ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、日本史の面白い話とかないの？今日もうちのわがまま娘は元気いっぱいだな。もちろんあるぜ。それもとっておきのバーサーカー、元い最強薩摩伝説だな。というわけで今回は、たった一つの藩が当時世界最強と謳われた艦隊を持つ大国と争い、引き分けに持ち込んだ幕末の大事件、薩英戦争について紹介していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、薩英戦争の概要と発端。まずは薩英戦争の概要と発端について紹介していくぜ。薩英戦争は1863年8月15日から17日にかけて発生した薩摩藩とイギリスの戦闘だ。当時イギリスは世界最強の艦隊を持つ軍事大国として世界に名を馳せていたんだが、そんな相手に一歩も引かず戦争という手段に打って出たのが、四川の戦いで大暴れしたことで有名な島津率いる薩摩藩だったぜ。うわぁ、20万人 vs 5000人とかいう無理ゲーを完全攻略したバーサーカー藩やんけ。その通り、以前別の動画でも紹介したが、この島津率いる薩摩藩は、独自の兵士育成方法にのっとり屈強な兵士を育成していた戦闘集団なんだ。さらに優れた策で戦況を有利に運ぶことを得意としていたため、客観的に見れば大国に藩という少数集団で挑むという、どう考えても無謀な戦いでしかないこの戦争も、彼らだけはその限りではなかったと言えるぜ。薩摩藩が出てくるだけで期待度がぶち上がるのよ。とはいえ戦闘民族だった彼らも、何の前触れもなしに突然争いを仕掛けるような戦闘狂ではなかったぜ。ではなぜこんな戦争が起きたのかというと、実は戦争勃発前に国際問題に発展するレベルの大事件が発生していたんだよ。それが生麦事件だぜ。生麦？貿易問題とかかな？いや、生麦事件は1862年に武蔵国立花生麦村で発生したことから、村の名前を取って生麦事件と名付けられているだけなんだ。事件内容は薩摩藩の人間がイギリス人を殺傷したというものになっているぜ。何の前触れもなしに争い仕掛けてない？それがな、この殺傷には深いわけがあるんだよ。実はこの日江戸に出向いていた薩摩藩主の父、島津久光が、京都に戻るべく東海道を大名行列していたんだ。この行列は大名の権威や格式を誇示するものでもあるため、一般庶民はこの行列を見かけたら端に避けて道を開けるというルールがあったぜ。歴史ドラマでよく見るやつ。さらに大名行列の前を横切ったり邪魔することはこの上なく無礼な行為だとされており、これらを行った相手に対してはその場で切り捨てる、いわゆる切り捨て御免が許されたんだ。まあ切る前に何度も警告が出されていたから、悪意を持って邪魔に入るような不届き者以外切り捨てられることはなかったけどな。はい、意外と優しいのね。とまあこうした一連のルールは日本人にとっては当然のものだったんだが、当時日本に居留していた外国人の中には、こうしたルールを全く知らない人もいたんだよ。生麦事件で殺傷されたイギリス人4人はまさにそうで、彼らはあろうことか馬に乗ったまま行列の正面突破を試みてしまったぜ。試みるなぁ。ルール云々の前に行列に突っ込むって鋼メンタルすぎる。当時大名行列はかなりの人数で構成されており、道幅全体に広がっていたんだが、これを避けずに真ん中を突っ切って通ろうという心意気はなかなかだよな。当然行列の先頭にいた薩摩藩士たちは下馬し、道を譲るように身振り手振りで伝えたんだが、イギリス人たちは、脇を通れと言われただけだと思い込んでしまい、馬に乗ったまま進み続けたんだ。しかし行列が広がっていたために、結局彼らは行列の中を逆行する形になってしまったぜ。まずいまずいまずい、切り捨てルートが近づいてる。彼らはそのまま久光の乗るカゴの近くまでたどり着いたんだが、ここでようやく何かを咎められていることに気づき引き返そうとしたんだ。しかし下馬するという発想はなく馬に乗ったまま周りに構わず動き回ったため、久光を守るべく藩士数人が切りかかったぜ。うわぁ、悲しいすれ違いだよ。これによりイギリス人1名が死亡、2名が重傷を負うこととなったぜ。この事件はすぐさま幕府とイギリス側に伝えられたんだが、生麦事件が発生した年と、前年にはすでに2度イギリス公使館襲撃事件が発生していたために、イギリス側の反日感情がピークを迎えたんだ。ひえー、これは国際問題待ったなしだわ。しかも当時の日本はイギリスと不平等条約を結んでおり、居留地にいるイギリス人は罪を犯しても日本の方で裁くことはできないという治外法権で保護されていたんだ。一応生麦事件が発生した場所は居留地外ではあったんだが、両国の力関係で正当性が決定されるグレーゾーンの領域に収まっていたために、この事件はかなりごたごたしていくこととなったぜ。力関係で決まるなら確実に日本不利だね。そうなんだよ。それに当時の幕府の力が弱まりつつあった上、薩摩藩が攘夷派、いわゆる外国勢力を撃退し鎖国を貫く排外思想を持っていたこともあってな。
薩摩藩に対し不信感を抱いた幕府は、イギリスの顔色を伺うことを優先し、要求された謝罪と賠償金10万ポンドを支払ったんだ。しかしそれでも怒りが収まらなかったイギリス側は、薩摩藩にも2万5000ポンドの賠償金と謝罪、そして犯人をイギリスで処刑するために引き渡しを求めたぜ。えぐい要求されてるけど薩摩藩どうしたのこれ？しらばっくれた。え？めちゃくちゃしらばっくれた。薩摩藩側は再三の警告にもかかわらず、ルール違反した人を切り捨てて何が悪いんだという考えだったため、いきなり浪人が外国人を切りつけて逃げていったんだ。薩摩藩は関係ない。という主張を押し通し、どれだけ幕府に詰められても全身全霊でしらばっくれたぜ。しらばっくれるにしても言い訳が雑すぎる。とはいえこんな主張でイギリス側が納得するはずもなく、何度も賠償や引き渡しを求める連絡が入ったぜ。そのうち金銭は賠償金ではなく、遺族に渡す保証金という形でいいという情報とも取れる交渉をしてきたが、それでも、薩摩藩は事件に関して責任はない、治外法権は国が勝手に結んだもの。として、支払いも引き渡しも拒否し続けたぜ。もうこうなったら薩摩は絶対折れないよ、きっと武力で全部解決してくる。こうして交渉は平行線をたどり、徐々にイギリス側のフラストレーションが溜まっていくこととなったぜ。そしてこれが幕末の大事件である薩英戦争へと繋がっていくんだ。というわけでここからは薩英戦争を時系列順に紹介していくぜ。薩摩藩なら大丈夫という気持ちと心配が混ざって吐きそうだわ。2、薩英戦争勃発。それじゃあここからは薩英戦争について紹介するぞ。事件から1年近くが経過しようという時期になっても、一切折れる気配のない薩摩藩に痺れを切らしたイギリスは、とうとう艦隊7隻を引き連れて交渉という名の最終警告を行うべく、薩摩に乗り込んできたんだ。うわぁ、自国の最強部隊出してくるくらいにはブチギレだよ。しかしさすがは洗練された戦闘集団である薩摩藩、この脅しにも全くひるむことなく、薩摩藩は叱るべき処置をしただけで非はない、非がないのならそちらの要求を飲む必要もない。とイギリスの要求を退けたぜ。正直薩摩側の主張も間違ってはいないんだよな。難しいところではあるがそうなんだよな。こうして最終警告すらも跳ねのけられたイギリス側は、とうとう要求が受け入れられなければ武力行使に出ると通告したんだ。イギリス側はまさか彼らが海戦を受け入れるとは思っておらず、これで要求が通るだろうと考えていたぜ。だが、なんと島津家は海戦を覚悟し腹をくくってしまったぜ。あかん、その人らは追い込むと力を増すタイプの戦闘民族なんです。一方そんなことを知らないイギリス側は通告に加えて、交渉を有利に進める切り札として、夜明け前に薩摩藩の軍艦に奇襲を仕掛けて船3隻を奪取したんだ。しかしこれにブチギレした薩摩藩はすでに腹をくくっていたこともあり、早々にイギリス艦隊への砲撃を命令実行してしまったぜ。これが海戦の合図となり、とうとう薩英戦争が勃発することとなったんだ。うわぁ、だから追い込むなと。しかし海戦する姿勢に驚きは見せたものの、当初イギリスは余裕しゃくしゃくだったんだ。なんせ彼らは世界中に植民地を持つ強国だった上、薩摩に引き連れてきた艦隊には最新兵器も積まれていたからな。この最新兵器の最大射程距離が約 4km なのに対し、薩摩藩の持つ大砲の射程距離は約 1km と、性能だけで言えば薩摩藩は蹂躙されてもおかしくない状態だったんだ。イギリス側は完全に舐めてかかってたんだろうな。ところがそんなイギリス側の油断に戦闘慣れした薩摩の動きはめちゃくちゃ刺さったぜ。当時イギリスは市街からの砲撃だけを想定していたんだが、薩摩藩は対岸にある桜島にも部隊を配置していたんだよ。桜島の沖合には薩摩の船を曳航したイギリス艦隊が停泊していたんだが、桜島部隊は城下での発砲を知ると、すぐさま眼下にあった艦隊に対して近距離砲撃を開始したぜ。うおおお、初手からぶっ刺さりまくりじゃない？ああ、桜島の砲台の存在を知らなかった艦長は命中弾に慌てふためき、怒りを切断してその場から逃走したぜ。さらにイギリス艦隊は幕府から受け取った賠償金の入った箱の積み上げに手間取り、攻撃の開始が遅れるという致命的なミスも犯してしまったんだ。バーサーカー薩摩に風向きが来てる。また戦闘集団である薩摩藩には、他の藩とは比べ物にならないほどの兵器が存在していたという点も戦況を有利にしたぜ。というのも元藩主である島津成明は、自身の統治時に当時最新式だった砲台を領地にいくつも設置していたんだよ。もちろん海戦時の最新式と比べれば劣る性能となっていたが、それでも応戦するには十分な性能を持ち合わせていたぜ。この砲台がなければ、薩英戦争は戦争とも呼べない一方的な蹂躙になっていただろうな。大々戦闘特化の方針取っててよかったー。しかし世界最強の名もまた伊達ではなかったんだ。まずイギリスは奪った薩摩の船から金品を強奪し沈没させたんだ。そして戦列を整えると薩摩の砲台に接近し最新兵器の性能と、
正確な射撃で大砲8門を破壊するという反撃に打って出たぜ。ひいいい軍事力の差が出ちゃってるじゃん。また当日の天気は大荒れだったため、薩摩川の砲台が浸水するという被害も出ていたんだ。さらに薩摩川はアウトレンジの戦闘を想定し様々な対策を行っていたんだが、想定に反した近距離からの激しい攻撃を受けたことで、これらの作戦も失敗してしまうこととなったぜ。ぐぬぬぬぬ、さすがの薩摩魂も押されちゃうんじゃ。だが悪天候の影響を受けていたのはイギリスも同じだったぜ。撮影戦争の舞台となったのは、今でいう鹿児島市と桜島の間に位置する非常に狭い海峡だからな。ただでさえ総監には技術がいるのに、暴風により荒れ狂った海は、イギリス艦隊のコントロールを容易に奪っていったんだ。海戦日としては最悪の天候だったね。さらにイギリス艦隊の中には激しい砲撃と悪天候により、機関故障を起こす艦も出てきてしまったんだ。これらのことから、戦況は薩摩側に有利な展開となっていったぜ。そして開戦から約3時間が経過した午後3時頃、この戦争の命運を分ける出来事が発生するんだ。何が起きたわけ？なんと薩摩側が放った砲弾が、イギリス側の重要人物が乗っていた艦に命中したんだよ。砲弾は甲板に落下すると軍議室で大爆発を起こし、居合わせた艦長や副長など7名の士官が戦死することとなったぜ。一撃必殺すぎない？加えて乗り合わせていた総司令官など複数名がこの砲撃で負傷し、イギリス側の体制は大きく崩れたんだ。さらに時を同じくして祇園の主砲台への攻撃を続けていた艦も、激しい波に煽られて薩摩側の砲台のすぐ近くで座礁してしまったんだよ。薩摩側の砲台が壊れていたために砲撃は行われなかったが、艦は船底が破れたことで浸水し、艦隊が傾斜して砲撃することができない状態になっていたぜ。目と目が合う距離で膠着状態になってない？1時間足らずでこの艦は離礁したが、それまでの間イギリス側は兵士をマストに上げて銃撃、薩摩側は陸戦に備えて人員を配備し、襲撃を待ちつつ救援に来た他の艦を消破させるといった激しい攻防が行われていたぜ。お互い戦闘慣れしすぎてて隙がないのよ。その後怒りに燃えるイギリス艦隊は日没後も付近の5隻の船を焼き、鹿児島上海の砲撃を続行したぜ。このロケット弾などを用いた艦砲射撃により艦町方面の城下は火の海になり、民家から侍屋敷、寺社といった多くの建物が焼失することとなったんだ。いやあ、戦闘に関係ないとこまで焼くことないじゃない。これについては後年に他国だけでなく自国からも非難の声が上がっていたな。そして開戦翌日の8月16日になると、イギリスは前日に戦死した艦長など計11名を追走した後に戦列を立て直し再度攻撃を始めたんだ。この時もまた両岸の砲台上だけでなく市街地にも砲撃しており、城下はさらに炎焼し壊滅的な被害を受けることとなったぜ。戦争の嫌な部分が詰まってるよ。なんで非軍事地域に攻撃しようと思うの？それが相手にとって大きなダメージになるからだろうな。だが実はこれらの砲撃による人的被害は極めて少なかったんだぜ。というのも薩摩側は最初から非軍事地域に砲撃されることを予想しており、あらかじめ消火活動を諦め、市内の全住民を退去させ無人化させるという対応を取っていたんだよ。これにより非戦闘員の死者はほとんど出ていなかったぜ。いやすごー、イギリス相手に喧嘩売るバーサーカー軍団がちゃっかり全住民を守ってるのかっこよすぎんか。さらに薩摩側はこれらの攻撃に対し天保山砲台から反撃を行ったんだ。イギリス艦隊はこれにも応戦していたが、いかんせん1日目に受けた損害が大きかったために、彼らは湾内を南下した三山沖で停泊しつつ艦の応急修理を行ったぜ。だいぶイギリスも押されてるんじゃない？両者とも優勢でもなく劣勢でもないといった感じだな。その後も互いに損害を抱えつつ睨み合っていたが、最終的に多数の死傷者が出たこと、弾薬や石炭燃料の消耗が激しかったことなどから、これ以上の戦いは困難と判断したイギリス艦隊は、薩摩を撤退していったぜ。ふわあ、ついに薩摩藩がイギリス帝国を追い払っちゃったよ。こうして撮影戦争の戦闘部分は幕を閉じることとなったぜ。今回の戦闘でイギリス艦隊は大破1隻、中破2隻に加え、人的被害は即死13名、負傷者50名、うち7名死亡、計63名の死傷者を出す大損害を受けたぜ。一方薩摩側は城下町の10分の1に当たる家屋が焼き払われ、各種船舶が全滅し損害額は計り知れない数字になっていたが、人的被害は戦死者5名、負傷者13名とイギリスの被害に比べると圧倒的に少ない結果になっていたんだ。いや列強相手にこの結果はすごすぎるな。まさか痛み分けに持ち込むとは驚きだよな。しかも薩摩はこの戦争をただの痛み分けで終わらせなかったから恐ろしいんだよ。というわけで最後は薩英戦争のその後について紹介していくぞ。3、薩英戦争のその後。それじゃあ最後に薩英戦争のその後について紹介していくぜ。イギリス撤退後、薩英戦争の経過を聞いたイギリス本国は衝撃を受けたんだ。
ソヤー編戦争で中国をボコボコにしたイギリス精鋭の艦隊が、小さな島国の一地域相手に大損害を受けて帰ってきたなんて信じられないよな。なんなら私もまだ信じきれてないしね。まあ全体的に見ればイギリスは幕府からはすでに賠償金をもらっているし、ごたごたに乗じて薩摩藩の子分にあたる佐渡原藩からも賠償金をもらっていたため敗北したとは言えない状況だったぜ。とはいえ薩摩藩に対する認識を変えるにはこの戦争は十分すぎる結果となったため、イギリスはこれまでと一転し、薩摩を骨のある侮るべきでない相手として認めることとなったんだ。おーおー、列強に認められた戦闘民族にランクアップだよ。またそれは薩摩側も同じだったぜ。もともと外国の勢力は徹底抗戦してでも排除すべきという思想を持っていた彼らだが、薩英戦争を経てイギリスの強さを痛感したんだ。さらに強者性の大砲を持ちつつも正々堂々と接近戦を挑んできたことを称賛し、薩摩もまたイギリスを侮るべきでない骨のある存在として認めることとなったぜ。ぐーぐー、戦いで互いを認め合うってヤンキー漫画みたいな熱さがあるって。まあそれでもお互い和睦交渉では相変わらず一歩も引かなかったんだけどな。最終的に幕府の仲介によって薩摩藩は生麦事件の遺族たちに対する慰謝料として25,000ポンドを支払うこと、イギリス側は戦闘中にダッシュし沈没させた軍艦の代わりに薩摩藩に新しい軍艦を売ることで決着したんだ。いや待て待て待て、さらっとイギリスとのパイプ完成してない？そうなんだよ。激怒していたはずのイギリスが軍艦圧戦という形で薩摩藩とのパイプを持つことを承諾するとは、この薩英戦争で薩摩藩がどれだけ認められたかがわかるよな。しかも講和条件の一つだった生麦事件の加害者の処罰に関しても薩摩側が逃亡中としたためにお咎めなしのまま終わったんだ。それで許されたの？許されたというか目をつむったんだろうな。それに絶対に謝罪しないという姿勢だった薩摩藩が、遺族へという形でも賠償金を支払ったのも当初からすれば驚きの変化だし、両者の関係が劇的に変化したことが伺える結末だよな。マジで大国相手に藩がこの結果出すってとんでもないよ。またこの時薩摩藩が支払った賠償金は全て幕府に立て替えてもらったものなんだ。もともと借金が多かった上に賠償金自体が一藩では支払えない金額だったため、幕府に借りた金をそのまま支払うことで場を収めたんだが、なんと薩摩藩はこの金を返済せずに踏み倒してます。いやとんでもないな。戦争においての準備や計画は完璧なのに幕府への返済計画はめちゃくちゃなの好きすぎる。でもさすがに幕府も切れるんじゃない？冒頭でも言ったが、当時の幕府の権威は地に落ちていたからな。薩摩藩に対し返済しろと文句を言うことすらできず、最終的に踏み倒されてしまったんだ。結局薩英戦争は幕府がほぼ全ての賠償金を支払い、一人負けする形となってしまったぜ。あまりに不憫すぎる。それにこの薩英戦争を経て薩摩は考え方を変え、諸外国と関係を結び国力を増した後に異国と対等に渡り合うという方針を実現するため、徐々に倒幕へと傾いていったからな。しかも今回の戦争からイギリスは完全に幕府よりも薩摩藩を取るようになったため、この倒幕に向けた動きの中でもイギリスはかなり薩摩に手を貸したんだよ。これにより幕府はますます力を落とすこととなってしまったぜ。振り回された挙句敵が増えとる。てかイギリスに幕府よりも自分たちを取らせた薩摩が規格外すぎるって。薩摩はバーサーカーもとい戦闘民族の名に恥じず、とことん戦場で自らの優秀さを知らしめているよな。こうして一歩間違えば薩摩がイギリスの植民地と化していたかもしれないとんでもない戦争は、薩摩藩の名に外れた戦闘力により引き分けに持ち込まれ幕を閉じることとなったんだ。薩英戦争は他の戦と違い奇抜な戦略などは出てこなかったが、軍事に長けた薩摩藩の率直な強さが光った歴史的事件だと言えるぜ。仮に他の藩で同じことが起きても、引き分けどころか戦争にすらならないまま謝罪してしまっていたような気がするよな。やはりパワーは全てを解決するのよ。そんなパワーで押し切られた事件が、その後の日本の行く末も左右していたというのも面白いものだぜ。それに彼らは今回だけでなく、戦場では必ずと言っていいほど運を味方につけているのもすごいんだよな。ひょっとしたら島津家や薩摩藩の人間は、古来より戦場の女神に愛された生粋の戦闘集団なのかもしれないぜ。というわけで今回は最強薩摩伝説の一つである薩英戦争を紹介したぜ。ここまで来ると島津家も薩摩藩もすごいというより怖いって感想になってくるわ。同感だぜ。圧倒的な人数差を埋めるだけにとどまらず、集団の規模や軍事力の差すらもパワーで解決し、自分たちの譲れない部分を守り通すその姿は修羅や鬼と呼ぶにふさわしいよな。もともと日本の武士や侍はバーサーカーに近い存在だったとされているが、島津率いる薩摩藩は間違いなくそこに肩を並べる戦闘特化の人々だったに違いないぜ。そんなところで今日の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。